宮迫です。僕の隣にいらっしゃいますのがスクナさんと申しまして、はい、言霊っていうのを唱えてくださってる、はい、すごいお方なんですよね、はい、でこの、言霊僕もいただいてるんですけど、はい、言霊を聞くことによって願いが叶うんです、はい、で僕もめちゃくちゃ叶ってて犬が僕13歳のワンちゃん飼ってるんですけど、はいはい、去年腫瘍ができまして、うん、絶対治んないって言われてた腫瘍が2ヶ月で治ったんです。すごいこの言霊のおかげでですね。ほぼ気になると思います。これなんていうか本当に国家機密に近くて向こうのその宮内省の方からその話すること自体が NG って言われていて、そう去年2022年の10月の22日23日で、王様の、妹さん人がいるんですよ。で死んでしまうと、うん、全世界にそのお世話になった人とか親族の方とかいらっしゃるんですよね。今日明日で死んでしまうから、もう皆さん挨拶に来てくださいっていうところで、もう世界中からバーって集められて、で最後の挨拶をみたいな感じだったんですよ。で人間を救うっていうことを僕はやっていて、で救うって何かと思ったら悩みの種を消すことやと思ってるんですよ。でそれがさっき秀丸さんも言ってくれたことなんですが、その願いを叶えたら悩みってなくなるやんっていうことに僕は気づきまして、でじゃあ願い叶えるってことにフォーカスしようと思ってやり続けてて、だけどこの力は別に日本人だけじゃなくって他にも別に海外の人もいけるよねって思ったんで、まあ、僕自身コミュニティ持ってるんですけど、そのスクナファミリーっていうコミュニティがあるんですが、そのコミュニティの子たちにちょっと俺海外の人も救いたいからちょっと誰かおらんと、その誰でもええで来てっていうふうに呼びかけたんですよ。まあ、言い方的にはたまたまその連絡が来た人がいて、で僕が助ける方法っていうのは言霊って言って、多分その皆さんが知ってる言霊とは全然違うものになります。エネルギーの所在がまず違うので、でその言霊っていうのを唱えてそれを送ったんですよ。でそれをこう病室の中で再生させてたと、で言う通りにやってくれって言っても本当に別に何も難しくなくて、スマートフォンに録音してそれを送って、世界中から、そのちょっと本当に言えないですけど、まあ、偉い人とかとかそういう人が要は来て、人推しじゃないですけど、まあ、シャーマンもしっかりですし、いろんな人が集められてたんですよ。誰も何をやっても助けられなかったんですよ。僕の言霊をその普通に再生してくれた人です。で再生してくれたらそのみるみる顔色が良くなってと、さっきまで死にかけとった人が良くなっていってて、で次の日大丈夫ですかって連絡したら生き返ってたんですよ。もう完全に治って復活したっていう、すごいお話です。証明できない、はい、ちなみに、うん、僕スクナさんの言霊で、うん、お金も引き寄せて50万だったんですけど、うん、占いのちょっと勉強したくて、どうしても20万足りないなってなった時に50万当たったんです。その日に、その日に、はい、その日に宝くじスクラッチで50万スクラッチで50万ちょっと後でスクラッチしに行きます。 あとそうそうそう、この間スクナさん、はい、牛場来ていただきまして、急にある芸人、僕の親しい、はい、後輩芸人の名前も人気お笑い芸人有名、大丈夫ですかっていう話をして、どうしてですかって、もう今ちょっと気になると、気になるところがあるから本人に言ってあげてくださいって言って、ちょうど会うたんで言ったんですよ。なんで分かるんですかってなって、いやすごい体調が悪くて病院に行ったと、すごい体調悪いのに大丈夫やと言われたと、一応なんかその言ってるような症状のお薬だけは出されてそれで終わってるんですけどって、あ、それあかんぞ、ちょっとこういう方がいてちゃんと調べろっておっしゃってるから、これセカンドオピニオンと、俺もセカンドオピニオンでね、スキルスイカ見つけてるから、ほんで人間ドック2月に予約したんです。人気有名お笑い芸人です。なんで本人がびっくりしました。それと、お笑い芸人の方、もし
その医者で無理なら言ってください。もう絶対治せるんで。絶対。はい。まず僕はその人を見るっていう時は、まあ、その人のまず情報っていうのが3つほど必要になってくるんですけど、まあ、3つとか4つか。名前、生年月日、性別ですね。生物学上の性別が必要に、まあ、一応なるんですけど、まあ、それも見たらどこがどうなってるのかとか、何がついてる、まあ、つくっていうのももちろんあるし、生き量、死量とかもちろんつきますし、どうやったら払えるのかももちろんわかりますし、どうやったら治せるのか癒せるのかもわかるし、そうですね、なんかどうって言われて もうパッと見たら分かってしまうっていう感じで、感覚的な、はい、僕が YouTube でなんかあの上がってきてたんですよ、タイムラインに。なんか、はい、で別に僕あのお笑いすごく好きなので、大好きなので、あのでそのあの動画に出てた時に、その人が喋ってる姿を見て、なんかめっちゃ違和感があったんですよ。本来しないんですけど、その芸能人の方を勝手に見るとかって見ないタイプなんですけど、見てしまったんですよ。そしたらね、おかしいなと思って、死ぬんちゃうかなってなったんですよ。なのでそれをあのお会いさせていただいた時に、あの言わせていただきました。はい、ちょっとあの2月の結果また聞いて、うん、何かあったらちょっとお願いします。ぜひ。はい、もちろん。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。